ああ服か。うん。まどうやってどうやってた。確かにどうやったかも。顔色がいい。本当？反応が面白かったって。そう、服顔めっちゃ可愛いね服って言われて、えですよねって言っちゃった。ですよね、これどこどこのですって言って。初ありがとうございます。キュンキュンラブリー、やっほー。今起きたって初見さんが、おはよう、結婚していいよ、クッキーありがとう、クッキーありがとう。えだって本当に可愛い服なんだもん。クッキーありがとう、本当に可愛い服なんだよ。だってこんばんは、ありがとう。こんばんは、今日も可愛いね、ありがとう。出てはなはな可愛かった。あ、昨日いたね。出てて可愛いと言ってた。あ、本当？どうやってて可愛いはどういうこと？ゆめさんどういうこと？どうやってて可愛いの？あとありがとう。キラキラありがとう。クッキーありがとう。今日も可愛いね、ありがとう。クッキーありがとう。なんかめっちゃなんか、うん、クッキーありがとう、かわいいね、ありがとう、クッキーありがとう、お見送りありがとうございました。いや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 、今日早い時間で嬉しい、よかった。デーナンが一番かわいい。もうドヤ顔あれですね。クッキーありがとうございます。どんどんドヤリを出していこうと思います。じゃあもう、でも花は結構なんかどやっちゃうんだよね、もうなんかどやっちゃう。あ、ありがとうございます、ほら押しましだって、ありがとう。こたつ配信、こたつとさママたちがさいるから。あ、お菓子ありがとう、フォローしました、フォローですね、ありがとうございます。キラキラありがとう。今度ゆうゆうちゃんにかわいい、え、行ってみます、かわいいっすねって。未完全まだね、でしょでしょ。こんばんは、初もありがとうございます。ハナハナ涙袋あげます、ポッ。お、100回目の訪問だって、おめでとうございます。未完全見た、未完全、え、てか明日配信の予定だったのに今日出たんですね、すごい素晴らしいです。クッキーありがとうございます。クッキーありがとう、結婚していいよ。それ来週めっちゃ泣きますよ、来週めっちゃ泣くよ。クッキーありがとう、ありがとう、このお菓子、クッキーありがとう。デュエリオンステーション、枯葉が風にひらひらって。そう、こんばんは、今日間に合ってたね。ねえ、な、次めっちゃ泣いてるからね。めっちゃ泣いてたよね、ほんとに。ってって泣いてたね。でもあれいつ泣いてたか分かんないです。いや、ゆうねさんと一緒に泣いてたね、一緒っていうかゆうねさんと母の泣いてるとかが映ってたね。どっちの涙だろうね、楽しみだね。ありがとう、お菓子、キュンキュンラブリー。うまいな、うまい。泣きまねが、うん、本当に泣く。ってしかもこの服じゃなかった、はなめっちゃ泣いてたよね、びっくりしちゃう。ポニーテールでめっちゃ泣いてた。なんで泣いたのか言ったらつまらないでしょう。こんばんは、横顔でも分かった、分かる、花も分かった。めっちゃ泣いてたよね、本当に。初日のロビーできなくていいね、挨拶しておきました。なあね、もうなんか初日、え、なんかさ、あれも映ってなかった、なんかちょっとってなってたところも映ってたよね。1月4日テストだったよ、そっか、それはもう放送されてなんかテストだった。こんばんは、まつげがビュンビュン、そうビュンビュンです、今日。そう、当日放送のお楽しみ、そう、クッキーありがとう、つながってきた、つながってきた、マジ結構前からレッスン始まってたのね。そうだよ、まあみんなが想像してる展開かどうかわからない。やば、顔、クッキーありがとう、クッキーじゃない、お菓子あげてがとう。結構前から、そうだよ、結構前から、だってあれは、あ
お、お菓子ありがとう。あれはだって11期さんと一緒に合わせた時があれだから、もっと前からやってる、もっと前から12期だけでやってる。あ、そう、ちょうどそうだね、ちょうど落ち込んでる辺のね。そうだね、まあ、メール取ってくださってる人はもうなんとなく想像つくかもしれないね。今日もレモンない、今日涙袋。来週の放送、うん、わかるね。カキレナは生きてるけど、生きてるけど、うん、まあ今辛いかもね、カキレナぴょん。なんかココミンとココハに聞いた、大丈夫なのって。今日お休みしてたから。どんなドラマか見たいでしょ。こんばんは、こんばんは、ありがとう、お菓子、クッキーありがとう、キュンキュンラブリー。何、支えなきゃって思っちゃった。もっと思うかもねこんにちは、ナナン。オープニングアクトの練習、オープニングアクトも、そう、オープニングアクトの練習もあったけど、でもそれよりももっと前からやってた気がする。そう、だいぶ前からやってたんだよね、本当に。なんか最初に詩人をやって、詩人やって、なんかね、本当にちょっとだけやってたんです、詩人と。何だったかな、詩人と何かをやってたんだよね、最初のうちにね。そう、詩人は最初からやってた、めっちゃ最初からやってた。いや頑張ったよね、頑張ったけどね。そう、かけるのぴょん今ね、ちょっとね、うん、そう、あんな20もあったね。そう、いろいろあるね。そう、でも今習ったばっかの時の、習ったばっかの時の、あれか、詩人の映像とか見るとマジで面白い、全然違うよ今と。11期さんの登場はなんかみんな緊張してた、やっぱり。万華鏡は最近、なんかユニットは最近なんだよね、決まったのも最近なの、だから最近っていうか、まあ最近だから、フリーレも最近だった。頭ごちゃごちゃになった、立ち位置難しかった。ん、猫ちゃんありがとう、にゃーん、キュンキュンラブリー。本当に今はだいぶ慣れてきたんだよね、その立ち位置覚えるのとか、その立ち位置と移動する動線とかもだいぶ慣れてきたんだけど、やっぱさ、なんか初日と今日、今日じゃない、昨日とかも、ポジション変わってる人とかいるじゃん。だからね、やっぱりそういうのとかも人によってなんか歩くスピードとかってやっぱりあるじゃん。だから難しいんだよね、動線とかって。うん、万華鏡めっちゃ不安だった。こんばんは、こんばんは。そう、出るメンバー違うとね変わるよ本当に。そう、立ち位置あるからね、ダンスも難しいけど、1番と2番同じだったらまだいいんだけどさ、ちょっと変わってるとかもさ難しいよね。まあほとんど一緒なんだけどね、サビ覚えちゃえばあとはなんとかなりそうなんだけど。こんばんは、こんばんは。そう、サビ覚えればなんとかなりそうなんです。こんばんは。そう、動線めっちゃ難しいよ。しかもそのずっと12期だけでやってたのだから、前の方に人がいない状態でやってたわけね。そう、前の方で人がいない状態でやってたから楽ちんじゃんって思ってたら、やっぱり人が増えると全然違うね。万華鏡好き？よかった。こんばんは。なんかの曲で下手から上手にポジ移動して頑張ってる花なんか可愛かったありがとう下手から上手いっぱいあるね。こんばんは。ふん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 、じゃんじゃんチャラララーン、ちちょん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 ダン、キュンキュンラブリーね、16人だったらもっと大変、やばいよ16人って。出てて見るの楽しい、出てて見るの楽しいの
そうしてる、イチャイチャ、そういう前によくある。そうだね、確かに。私さ、あの楽園の階段じゃないな、ジェラシーのさ、競り上がるのめっちゃ苦手なんだよね。え、めっちゃこのリップ皮めくれてくるんだけど、何事、怖いんだけど。クッキーありがとう。もういっか、キュンキュンラブリー、ジュルガニね、大変だよ。初おめでとうございます。キュンキュンラブリー、うん、ちょっとね高いとこ好きじゃないんだよね。移動する距離確かに遠いかも。でも16人に比べて歌割りが多いところもあるから嬉しい。普通はそこ自分の歌割りじゃないの。そう、多分肌に合わない、これあれ塗る、ちょっと待ってね、うん、ね、公園ね大変だ。君に手紙を書きはした、何もない平凡な便箋に何も。あ、そうだね、花なんかセンターの後ろのポジションが多いかも。割と0番にいる方が多いですね。0の下手よりとか、0の上手よりとか。キュンキュンラブリー、おー、ハナ、ヤッホー、マンマンマン、青いインクを選んだわけは青空が好きだ。そう、裏ゼロポジ、そうですそうです。ハナの手紙はいつだろうね。前列も後列は0番は0番、0番前の人が0番、あ、でも詩人はどっちも0番だけど、ジェラシーとかは私は下手寄りの0番です。そう、見つけやすいでしょ。真ん中が多め、そうね、下手側が今のポジションだと下手側の方がいっぱい行くかもね。キュンキュンラブリー、あ、そう、 0.2、 そうそう、そんな感じ。難しいよ、でもツヤツヤしてんね、保湿塗ったら。そう、 0.25 とか難しいし、そうそう、ポジション変わるかもしんないからね、どうしようね。うん、ありがとう、お菓子、いい女感ね、それの。いや、ほんとにさ、あ、100回目の訪問だって。2人目の100回目の訪問おめでとう。僕は不器用太陽、ただ君のそばで照らしてるだけだ。いつでも出やすい、確かにいつでも出やすくなるかもね。覚え始めて、いや、でも S、 あ、どうしよう。配信100回目、今100回目なの、花、そういうこと、100回も配信したってこと。90も言ってなかった。クッキーありがとう、今日で100回目なんだ、イエーイ。100回まで遠い、100回目だって。こんばんは。93回、あ、でもすごいじゃん。え、すごい、じゃあ100回目ってことは全部見てくれてるってこと、すごくないそれ。あ、表示されなかったの、すごっ、みんなすごいな、すごい、みんなありがとう、100回も見てくれて、皆勤賞じゃん。キュンキュンラブリー、
自然続き、あ、それはね、全部見るのすごいね、本当に私も尊敬しちゃう、すごっ。みんな、こんばんは、はなちゃん、こんばんは。あのさ、公演中とかもさ、すごい気になっちゃうんだけど、なんか髪の毛がすぐポワポワなっちゃうのね。なんか髪の毛が細いからって言われたけどさ、私自分の髪の毛太いと思ってたんだよね。クッキーありがとう、名乗れるよ、名乗れる。なんか朝配信ね、ね、もう起きれないんですよね、朝配信とか。寝落ち、ね、わかる、寝落ちしちゃうよね。こんばんは、あなたが合ってる100回ですよ、ありがとう、こんばんは。そう、なんか髪がほら見て、ぽわぽわしてるでしょ、花の髪の毛。そうなんだよ、もうさ、髪の毛さ、ぽわぽわなるんだって。リハした後とかやばいんだよね。なんか一人だけなんかめっちゃ汗かくのね、代謝いいの本当に。でだから一人だけなんかあれなんです、ドライヤーで髪の毛乾かしてもらったりしてんの、やばいよね。お花組外しま、ダメです、ダメです。寝落ちも2、3回あったな。まあしょうがない、寝落ちもするよね。こんばんは、ボンボンも可愛いよ、だってありがとう。そう、めっちゃ汗かくんだよ。で本当にやばいな、汗かくので。見えなかったかなって思って、え、配信とかの人にはさ伝わってないでしょ、私の汗かき具合やばいからね本当に。え、顔に汗かくし、なんかめっちゃ本当になんかサウナ、私この間はさ結構さ銭湯行ってたじゃん、最近っていうか最近銭湯行ってたじゃん。でさ、あのさ本当に腕の毛穴から汗が入った瞬間吹き出るから水玉模様になるのね、鼻の腕が。え、そう、汗めっちゃかくよ鼻。マイク壊れないです、大丈夫、手汗はそんなに。だから初日は汗分かった、え、だよね、汗めっちゃかくの鼻本当に。で髪の毛濡れすぎててやばいから乾かしてもらって、髪の毛やってもらってみたいな、終わりなの。だから今日も可愛いね、ありがとう。そうマジでびしょびしょ、しかもポワポワしてるから、あのまとめ液みたいなの使ったりする。本当にやばいんだよね、アホ毛とかも。最前列の時に汗飛ばしてください、嫌です。そんないい匂いじゃないからね。裏で水分取れます、取れます、取れます、全然飲んでる。あれ制服の目で取れなかった、やばくない、死んじゃうでしょ死にそうじゃん、死にそう。そう、代謝がいいんです。そう、めっちゃ汗かく。え、夏やばいよね、死んじゃうかもしんない、熱中症とかなりそう、やばすぎ。え、本当に私体から水分出しすぎじゃない、やばくない、体から水分出すぎだよ。てかさ、ココハの思い出以上めっちゃ良くなかった、みんな思わなかった。私はすごく思ったんだけどさ、私はココハ、思い以上良かったと思う。汗と涙で実質、あ、そうなの、踊りながら水飲む。え、そうする、ここになんか背中にさペットボトル背負っといて、ストロー口元に置いといて、歌わりじゃない時にこう。サウナだよね、やばいよね、痩せそう。ココハちゃんマジで綺麗です、ココハちゃん。なんかココハさ、あのなんかやばいよね、かわいいですよ、熱中症になりやすい。あ、確かに、じゃあ汗かいてるから熱中症じゃない、怒られないよ、怒られるわ。初音ありがとうございます。いや、ココハさ、私なんかさ、こないだ思い出以上さ見てたの、リハの時にね、なんかもうなんかココハ頑張ってんだなって思ったよ。あんな難しいやつをさ11期さんにさついていってさ踊れるのなんてさ、すごいよって思って。
京香さんはもちろんすごいですよ。くるみさんもすごい。で、あんずさんもすごいんですよね。ハモリをずっと練習してた、ココアが。汗かかないです。そうね、くるみさんもいいよね。あ、そうね、そっか、新名だからか。そうもっと冷たくさよなら言われたら。そう、子がニポジやってたからね。こんばんは、はななん。はい、あんずさんすごいよね。本当になんかすごい、なんか全力って感じ。ずっとはなちゃんが最近お気に入りなので、ここはこれお気に入って、確かにお気に入り、お気に入りっていいかおもろあん、そう、あんずさん汗ね結構かきますよね。でも前髪めっちゃ綺麗だし、髪の毛サラサラ。どんどんポジのスライドとかユニット増えたりしたいけどね、どうなるだろう。何するだろう、花は。何、全部やってみたいけど。クッキーありがとう。初おめでとうございます。どこポジやりたいだろう、花。誰ポジ、あ、ね、第6巻ね。いやにゃ良かったよね。今夜は特別な夜になりそうな気がしてる。まだ見たら分かんないけど、いや、京香さんすごいよ、本当に。なんかやっぱさすが、やっぱり先輩は経験値が違いますね。すごい、本当にすごい。こんばんは。ね、ダンス未経験からパフォーマンス褒められるメンバーになってるから本当にすごいよね。ね、努力の賜物ですね。賜物、賜物。ハナハナって呼んでるからハナなんだったら確かにかきれの配信見てる人はハナハナって呼ぶかもしれない。なんでもいいよ。クッキーありがとう。キレナピョンね、大丈夫かね。メール来ました。賜物だった。いやいや、万華鏡と思って5本持ち準備してたら体力ね、終わってた賜物だった。確かに経験値のさ、そうか。お花、お花ね、かきれな泣いてたね昨日。まあでも体調不良はしょうがないよね。ね、クッキーありがとう。ニックネームと全然違ってたまに痩せる。かきねは最近よく泣く？あー、あれか、ちょっと前か。ね、悔しいよね、わかる。絶対悔しいよね。頑張ったけど思った通りに体が動かなかったりするんだろうね。ああ、今回の配信少しいたんだ、よかったよかった。ね、わかる。ちょっと前にも泣いてたよね。ゆあにゃん、ゆあちゃん、ゆあたん、ね、混ざったゆあにゃん、いっぱい呼び方あるよね。森本さんは最近本ね、忙しい、泣いてたね。綺麗なぴょん、病院行ったかな。こんばんは、キュンキュンラブリー。病院行ったのかな。行ってないかな。いや、行くよな、さすがに。うん、初おめでとうございます。クッキーありがとう。
あーこ、まだみゆちゃんか。みゆちゃん、みーたんじゃない。こんにちは、のなん。みやビームの公演コールにも、確かにみやビービーム、あーどっちでもそうだね。みちゅのソロか、いいですね。あけななぴょんに何しよう。こんにちは、のなん。キヌナピョンに何するんですか。一覧、確かに一覧配布してほしいね。てかなんか12期の TikTok が動き出したよね。バンザイヴィーナス、今更、今更とか言っちゃいけない。今最近のかなんか。こんにちは、のなん。花ビーム、花ビーム、ハートありがとう。今更じゃないけど、花ちゃんの頃が花ちゃんなのね。え、そうなの。花なんじゃないんだ、担当さんね。あ、 LINE ね。ハートありがとうね。さつき出た ね。もうあれ怖いんだけど、自分が出るの全然可愛くないと思うよ。死にそう、マジで。もう出してほしくない。え、だって本当にさ、だってさ、お披露目直後ぐらいに撮ったやつじゃない、あんな。やばいやろ。お披露目の次の日とかに撮ったやつじゃないかな。やばいよね、ほんとに。やだやだよ、やだ。出てほしくない。ほんとに黒歴史だよ、ほんとに。意味わかんないからね。こんばんは。だってだってさ、いや、まださ最初の方に出された子はいいよね。か、なんかそん時だから。あ、今日みゆちゃんだったんだ。本当に笑い。でもバンザイヴィーナス踊れる。バンザイヴィーナス大好きな人へ、あーたーってくだけの方多い、勇気を出して、あれ、勇気を出して、いやいやいや、わかんない。どんどん近づいてみよう、バンザイヴィーナス両手を上げて、なるようになれとつぶやく、これが青春な恋なんだ、失うものなんかね、万歳。あんまり覚えてないですね。これ差し替えてもらえば。これと嫌なんだけど、これと差し替えるはちょっとはずいわ。懐かしくない、万歳ヴィーナスとか。思い出あるけど、思い出あるけどさ、めっちゃ懐かしいんだけど。未完全でも映ってたじゃん、バンザーイって。めっちゃおもろい、めっちゃ可愛いよね。なんか笑顔可愛いですか。ありがとう。お披露目からどんどん可愛くなっていく過程を見れるのがいいです。本当にもうやだね。こんばんは。メイクも多分違うしさ、だいぶ違う。こんばんは、バンザーイ、バンザーイ、ワン、ツー、スリー、フォー。吹きなのぴょんからメール来た、よかったね。ハズマ、ありがとうございます。花菜お披露目から開け抜けたよね。あ、ほんと、ほんと嬉しい。ママに顔ちっちゃくなったねって言われる。最近泣かないね。いや、泣いてたよ、ちょっと前に。赤抜け感がめっちゃ分かる。うん、メガネ何のバンザイね、バンザイヴィーナスって。でも今と全然違うね。最近泣かないから泣いた。あら、鼻高い、ほんと。あ、でも結構鼻筋は通ってるかもしれないって自分で言っちゃう。またどうやってるの出た。交換する。え、でもさ、鼻高くない普通に。え、クキありがとう。こんばんは。ね、この前配信で泣いちゃったよね。人前では泣かなくなった。あー、うん、確かに。次回の未完全はハンカチなしでは見れなそう。え、そうかも。次回の未完全はやばいかもね。だってもうあれだったじゃん、
あれかよ、やばいじゃん。あ、裏では今まつげいい感じです、パーツよすぎ、ありがとうありがとうありがとうね、話し通ってる。お、花束ありがとう。昨日泣いてた。泣いてないよ、泣きキャラ返上。いや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 、泣かない、もう泣かない。お会いした時からどのくらい可愛くなったか確認したい。会いに来て生誕祭で泣いてた。我慢した、ここら辺まで行った、まで行ったけど我慢しました。歩いただけで泣いてないよどっか1ヶ月後ぐらい。そうだよ、やばいね、緊張しちゃうね、やばいやばい。どんだけ美人さん、いやじゃあ美人さんになれるように頑張るね泣かるなら泣かしてみよう。花なん、我慢してる花ちゃんを見てたやだ、見ないでよ、恥ずかしいな。号泣してましたまあね、じゃあ、ゆあにゃんで号泣してたら、花だとこうめっちゃ号泣しますね。とっかいね、もうすぐだよね。何のお話しようね。でも普通に元気だったうんうん。最近なんかあった、うんうんうん。みたいな。毎日足りない気がしてきた。もうそうやって悩んでる時点でもう足りないです。今日買いにありがとう。今のゲームから山本から、あ、本当？本当に？信じてるよ、その言葉。え、ココハの生誕はマジやばいかもしれない。結構ガチでやばいかもしれないですね。逆にニヤニヤしてしまうかも。で、え、それな？山本からの手紙でね、いいよね。泣けたよね。こんばんは。最近何かあったの？花？最近？最近か、え、なんかあったかな最近。ないな、特に。お泣きしそうだから DMM にしようかな。なんで花なんかわいい、好き好き。クッキーありがとう。ニヤニヤキャラに変身そんなキャラがあった？花はニヤニヤキャラなの？あ、服があった、服があったね、服があった。あ、東京行きました、東京。うん、本当に号泣するところがめっちゃ多い気がする。ここ入るのはね、来ません。待ってください、みんなに報告してないし、ママにもまだ言ってないんだけど、ママもこれ見てるか分かんないんだけど、あのちょっとみんなに報告があるんだよね。お手紙担当になったなんか、うん、号泣キャラだから好きだったのに、今は別に泣きますよ、別に泣く時がないから。テスト1個だけ妻子になっちゃった1個だけ1個だけ妻子がありましたでもなんかそんな、そう、必須科目だから行かなきゃいけない。大丈夫だったら、だから、だからまあ大丈夫っちゃ大丈夫だけどみたいな。そう、1個ならね、1個だから、必修です、必修。難しかったんだよ、難しかったの。多少はそう。でもなんか花はさ、もうよくなさすぎる、ほんとに。やらかし、もう見てるかもしんない。だから私でもなんかね、妻子のなんか申し込みのやり方が分かんなくて、妻子か課題なのかよくわかんないけど、そう、追加課題か妻子なのかわからないけど、そう。フォローありがとうございます。こんばんは。ノックして入ってきそう、入ってくるかな、怖い。
大学行こうかなとか思って明日。先生に LINE で聞け、 LINE 繋がってないよ。心境は大丈夫。え、だってさ、普通に大丈夫です、こんばんは、終わってるけど、なんか、なんか大学のなんかセンターなんとかセンターに申し込みに行かなきゃいけないらしくて、そうそう、課題で済む可能性もあるんです。ハズマ、ありがとうございます。大学行ってます。春休み中にやるやつだと思うけど、わかんない。配信してる場合じゃないでしょ。え、勉強する？卒業までに取ればいい。うん、やだ、持ち越しとか言わないで。必修でも進級できるよ。こんにちは、ななだからさ、私まさかそれ落とすと思ってなかったの、正直。正直ね、正直落とすと思ってなかったの。え、マジってなったもん。え、これってなった。想像してなかったものが落ちたの。だから、え、これが、これ落としたん私ってなりました。祭祀の日いつなんだろう。3月とかだった気がする。ハートありがとう。そうだ、名前書くの忘れちゃったんだよ。4年まで必修とかしてたの思い出した。やばいやばいやばい。まあでも、え、でもいるよね、やっぱさ、そういう人いるよ。だって私もその必修の授業先輩いたもん。3年受けてた人、え、3年でってこと？3年間ってこと？え、大学ってそういうもん、特会の日じゃないよ多分。え、後でちゃんと確認するね。で、特会の日だったらもう落とすよ。お、お菓子ありがとう。こんにちは、ななん。いや、大丈夫です。こんばんは。ねえ、かぶったらやだね。英語と数学やば。英語は私大丈夫。数学はない。他にも落ちてるのでは？いや、落ちてないです。なんか確認した。卒業して何年後かに大変だ、大変。え、やだ！うん、え、やだ、休みたくないよ。あ、振り返りができるんだ。うわ、うまっ。Thank you, lovely。 あ、これは濃い味じゃないです、生茶。やだやだやだ、だって来年も受けれるよ。初もありがとうございます。めっちゃグビグビいった気がする。学業は理由なら振り返りできる。本当？早く S に入って流星をなんとかしてほしい。勉強に励んでください。だって振り返りでもたくさん。本当？やだよ、やだやだやだ。たえ、多分大丈夫、多分大丈夫。こんばんは。多分先生に話したら大丈夫だと思うね。 CM っぽいよね。単位取っておけば楽になる。確かにそうね。関東なら泣くよね、それな。こんばんは、研究ラブリー。はい、やっほー。めっちゃゴキゴキ聞こえた、やだ。ポカリの CM 似合う。そんな爽やかですか。初もありがとうございます。初もありがとうございます。え、予約しちゃった。え、じゃあもうダメです。あ、なんかその先生だけ私が活動してるの知ってる。から、なんか言えば大丈夫そうじゃない。やだな、学業やばいだけ。やだよー。制服の目 DM に、ありがとう、歌うまいって、ありがとうね。中期の先生、そうです。え、そうじゃないかもわかんないです。キューブくらいでごめん。未完全と制服の目の赤い見てたら今日一日中寝不足だった。大丈夫？明日から大学行って。未完全以外泣いてる花ちゃん見てない以来。ああ、そういうこと。ああ、まあ確かに、あのさ、
生っていうんですか、あのみんなの前で泣くことはあんまりなくなったかもしれない。初音ありがとうございます。 DM 見せて許してもらおう。え、許してくれるかな。日曜日に私ないと思うな。だってさ、休みの期間でしょ。明日から再開って言ってきて、あ、そうなんだ。くしゃみでそうだけど出ないわ。あ、まあ裏では何、先生女の人だけど効果ありますか。不変更ね、確かに。こんばんは、キュンキュンラブリー、クッキーありがとう。出た、可愛いくしゃみだって、ありがとう。キュンキュン先生、キュンキュンラブリー。でもなんかその先生には絶対卒業するんだよって言われただけだから、単位は落とすなとは言われてない。結婚していいよ。理解してくれるかな。先生を配信に呼ぼう。左目のハート型、左目はハート型のキラキラ。あ、違う、普通に丸です。ほんとだ、ちょっとハートに見えるね。え、ほんとじゃん、ハートに見えるんだけど、かわいい、かわいくない？かわいい。研究生キャッチフレーズないけど、あったら絶対キュンキュンラブリーって言いたかった。キュンキュンラブリー、みんなで一緒にせーの、キュンキュンラブリー。はい、花なんこと倉本花です。ハートのバッテリーありがとう。卒業はします。すぐ学校行けなくなったりして、大変で、結局大学、あーねー。二度目の方もありがとうございます。卒業時あのね、あ、ハートラブじゃないんだけど、なんかハートに見えるよねっていうお話、自慢じゃない自分で言って、かわ、でもなんかハートに見えるね、本当に。丸いやつが3個なってんのかな。え、ちょ、誰かスクショしてください、かわいいから。かわいすぎ、みんなにバレるからつらい。うん、ハートありがとう。ね、かわいいね。こっちは逆になんかついてないんだけど、こっちつきすぎ、こっちついてない。クッキーありがとう。近い、ステージ出る公演は始まったから、だんだん詳しくなってきちゃった。花のことも詳しくなった。合格キスを歌いつつ単位の聞き、今そういう時期じゃないかと、あなたも分かってるでしょう。急にスクショがしたくなりました。普段何だったっけ、でも急に手紙が書きたくなったんです、読んでもらえますか。今日これお疲れ、ありがとう、ハートありがとうね。お勉強中、よかった、ハートありがとう。続く単位にならないです、頑張る。お届けが大丈夫、大学です、ありがとう。あれ、手紙、フラムさん真面目な話やめてください、そんなこと言うの怖いじゃん。フォローありがとうございます。パチ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 、塾の机のドラに通して伸びてくる、その手を洗うの。飛行機乗るんだ、行ってらっしゃい。先生にお手紙書かないと、本当にね。パチパチパチ、ハズもありがとうございます。劇場公演の時間の節約のためチェックから自己紹介、そうなの、終わったらエゴサします。制服のみで、え、花菜にレッスンをもらうためには花菜のサイリウムを振ってくださいね、ありがとう。これめちゃめちゃ可愛い、本当
河内河内ですか。先生に CT たくさんあげるからって、え、そんな裏金みたいな。普段手紙役でも急に単位が。やだ、やめてください。緊急花なんはやっぱり可愛いですか。河内河内ですか。もちろんお風呂、イエーイ。黄色黄緑です。そうなんだ、2年までいや大丈夫大丈夫、それは大丈夫。メモしておこう。嬉しい。名前でエゴサしてます。昨日なんか見たよ、なんかタンタレの話。でもさ違うんだよ、今は花似てないよ、昔です。昔高校生の時のカラコンとかつけてて、髪の長さも揃えてたし、髪色もちょっと寄せてたの。そりゃ似るでしょっていう話ですよ。グッズもつけますが、はい、あ、そういうこと、先生に。やだやだ、先生にそんなグッズ持っててほしくないですよ。黄色黄緑、そう黄色黄緑、そう、ハッシュドが花に話したいも見てます。あと倉本花とか花なんとかも見てる。ギャル花ギャル花あ、そうね、そう、花なんっぽかった。そうなの、いやだってもともと私はその上原さんが髪の毛を切ったから髪の毛切ったんですから、学生の頃このくらいにこう切ってたんだから。そうカラコンしてた。でもね、でもね、なんだろう、花はあんまりあの目立つの好きじゃないから、あの目立つのっていうか黒コンとかつけてた。黒っぽいやつとか焦げ茶っぽいやつばっかりつけてました。花ちゃんのお仕打ちは使ってるかも。嬉しい、でも感心していますだって。ありがとうございます。初音もありがとうございます。お、鈴木ひとみちゃん推し、そう推しに影響される。基本4つハッシュタグつけてるから、うん、引っかかってる。少し痩せた、ほんと嬉しい。髪の長い頃に、おみちゃん、私はツインテールに惚れたんですよね、可愛いけど。こんばんは。てっきり赤や青かと思ってた。何が何が、あ、カラコン、全然全然、焦げ茶、黒だと緑、オリーブ、オリーブみたいな色とかもつけてた時もあったね。あ、そう、私頑張るかって思い出したけど、リーナさんの応募に書いちゃったんだね。今から修行します、ありがとう。そう、ルカさんのお仕打ちは作ろうかなって思って、北野ルカさんのあの文字のね、北野ルカちゃんってやつ。初音もありがとうございます、こんばんは。あれ可愛いよね絶対。で黄色で作る、そう、後ろに頑張るかって可愛くない。作ろうかな、普通に久しぶりにそういうの作りたくなってきた。なんか推し活したい。どこで使うんだろう、ルカさんとのラジオの期間とかあったら、ラジオがあったりしたら、こうやってこういう写真撮ってほしい。頑張るバイ、あ、そうなんだ。バレンタインは SKE の出演、先輩にチョコとか、いや、あげる予定はないです。そう、頑張るかって、うちは、え、そう、リクはあったらね、そう、公園見学行った時やばいね。来たの井上、どちらも使える。ううん、私はちゃんと来たの。止まっちゃった、ごめん。鏡真央さんのうちは作りそう。あんまり何、あんまり何って惹かれないように、まあでも惹かれない程度に頑張ります。ギフちゃん、そうね、ギフちゃん、こんにちは。ななん、時間がない、時間がないない、時間がないない、ゆずきさん振ってた話みたい。そう、実際収録で持ってたら最高。そう、普通に、あ、やりすぎてやりすぎてね、確かに確かに、その可能性もあるのか。うわ、怖くてできなくなりそう。
時間がない公演何ですか。3秒見つめて、あそうだね、指ハートしてとかですか。はーちゃん先生たくさん、あうちはたくさんないぞ。さつきちゃん、はーちゃんのこと優しいお姉さん、嬉しい嬉しい。さつきちマネージャーファンじゃないから、あ言われちゃうかもね。確かにせめていつもそう、あなんか会う予定がないかもしれない、だから分かんない、会う予定があったらチョコ持ってこうかな。こんにちは、のなん公演見学分かんないです、誰もしたことない気がする。あねえメリコスだったね、チームエースの MV ね、美女どんどん上がってない、香りがとう、ありがとう。ルカさんね、ルカさん一週間の話題のルカさんはね、今どこの話になりますよ、歌じゃなくて美女、えそんなことないと思うんだけど。歌ではないけど、あ糸美希さん誘ってやりますか、うちは作ってね、楽しいよね。なんだ初見ありがとうございます、初見さん。ロケ地岐阜ね、岐阜だった、初音ありがとうございます。花も行ったことあるもん、あそこビームから花なんにチョコ来そう、えくれるかな。さつきの前で花なまだ泣いてないから泣き虫の印象がない、まあなあまあな、赤ちゃんズの前ではな。14日の配信チョコもらえますか、どうしよっかな会社のせい、あそうなんだ、メイクそれもあるかもね。今日もかわいい、ありがとう、手紙ありがとう。岐阜もあんま最近もいいです、あそうなんだ、そう岐阜で有名、そう割と有名、ひ大きい図書館です、でスタバとかもある。クッキーありがとう、とりあえず作っていつあってもいいように、確かにそれもありだな。こんばんは、初音ありがとうございます。みきちゃんもスマホにいるかじゃん、初音ぐらいにも、そうなんだ、さつきちゃんとビーマーミレイちゃんチョコ、あそうなの、泣いたら舐められるし、そんなことはない、ハートありがとうございます。可愛くい返されます、あーでもね、さつきちはそうだね、でもさつきちはね自覚がある、バブってバブちゃんっていう自覚があるから、配信見るかとかもあるけど自分で買ってくるって、じゃあみんなには私からの早めのバレンタインでこれあげる、ちょっとマーク隠したからセーフだと言ってください、これとかこれとか、岐阜市内です、そうなんだ、お菓子ありがとう、はいよください、バブの自覚なんか、まあ確かにそう当たり目ね、これめっちゃ好きなんです、色だけはさつきちよりミャービーの方が赤ちゃん、いやいやさつきちの方が赤ちゃんの気がする、そうおつまみだね、じゃあ甘いのって言ったらこれですか、うんこれあげるよ。当たり目好きなんだよね、こんなのもある、あとはこれもいいよ。これでもいいし、これでもいい。グン、ビーマー持ってる持ってる、あゆうねさんと似てるの、いやこれはおばあちゃんがくれたんです、うん、これは親戚がくれた、昨日イカそうめん美味しいよね、わかる、もういいですだって開けられた、母ちゃんと外見たい、え
20歳になったらね